2022年に BV である、アイオニック5で13年ぶりの日本史上再参入を果たしたロンデですが、昭和マインドに溢れた日本史上にはなかなか受け入れられず、販売が低迷しています。そんなロンデが B セグメントコンパクト SUV 粉をフルモデルチェンジし BV モデルを日本市場に投入してきたので見に行ってきたよ。今回のメインである粉の他にアイオニック5が2台展示されていたよ。粉、ラウンジの主要スペックです。丸みを帯びたフロントマスクに組み込まれた四角いピクセルを多用したピクセレイテッドシームレスホライゾンランプと名付けられた直線的な LED デイタイムランニングライトは中鮮烈です。前後のドアをまたぐ Z 型のキャラクターラインとプレスがアイオニック5にもありますが、向きが逆になっていたよ。タイヤはクムホのエクスター PS71 です。リアにも一直線なシームレスホライゾンランプが装備されています。ボディカブのピクセルグラフィックは BV モデル専用デザインだそうです。給電ポートは、茶でも、普通充電か、グリル部分にまとまっています。給電ポートは、茶でも、普通充電か、グリル部分にまとまっています。アクセルペダルは吊り下げ式で、表面が金属加工されています。
メインスイッチはお触り禁止になっていました。コックピットはアイオニック5と同様に 12.3 インチデュアルパノラミックディスプレイを装備しており、シフトバイワイヤ式ギアセレクターもコラムシフトとしてステアリングホイール右側にあります。メインディスプレイの操作性は、アイオニック5と同じですね。試乗の際によく確かめたいと思います。アイオニック5と同じパドルで回生ブレーキのレベルを変更可能であり、ワンペダルドライブも可能です。まもなく左方向です。続いて左方向です。前席シートはヒーター&ベンチレーションが装備されています。走行モードはエコ、ノーマル、スポーツ、スノーの4種類あります。バニティミラーの照明は、やはり謎仕様です。電源は、USB、C が2つにアクセサリーソケットです。このカップホルダーは面白いですね。では、後席に座ってみましょう。センタートンネルはなくフラットです。また、USB、C 端子が2つ、AC100V、電源があります。
功績にも、クラウンスポーツにはないシートヒーターがついています。そうですね。ラゲッジスペースはどうでしょうか？一応、サブトランクもあります。助手席にも座ってみましょう。アンビエントライトが綺麗ですね。そしてグローブボックスは機能仕上げなどはされていませんが、照明はあるようです。この車はモノトーン仕様ですので、サンルーフが装備されています。開口部の大きさは小さめですね。Bose のスピーカーがついています。助手席も電動パワーシートです。ボンネットを開けてもらいましょう。フランクも装備されており、照明まであります。ダンパー付きですので、新型クラウンより良いですね。サイズ的には C セグメントに近い B セグメント SUV になり、 BYD のアット3とドルフィンの中間サイズですね。アイオニック5とは違って、
こなわけ3という内燃機関のモデルと共通のプラットフォームを採用しています。ただし、BEV 優先で開発、設計がなされたとのことです。さて、市場予約もしましたので、実際の走りがどうなのか、楽しみだよ。